1949年五6金9から1949年6月26日は、朝鮮の民族主義者、テロリスト、韓国の政治家、韓国独立党党首、韓人愛国団を率い、大韓民国臨時政府主席を務め、1962年、建国勲章大韓民国勲章を追伸された。本名は、金章主、改名して、近畿の地に緊急、近畿、 行名は、マサイワお、字は、れんうえ、うは、れんの地に白本ぼ名は、え州しゅしてとライ。本願は、安藤金氏。先例名ペトロを持つカトリック教徒でもある。1919年以来、上海で臨時政府に参加し、大韓民国臨時政府の警察本部長、内務大臣、大統領代理、国務寮などを務めた。 1924年、満州の僕義満と通じ、新日派暗殺、使用交換破壊などを指揮し、肝心愛国団を組織して、李笹熊佐の桜田門事件、陰保吉津の上海天朝説爆弾事件を指示した。1940年から1947年まで、大韓民国臨時政府の主席であったが、南朝鮮単独選挙実施をめぐって、李正万と対立し、 1949年6月26日に暗殺された。次男の金信は韓国空軍中将として参謀総長を務めた。戦後から暗殺まで1945年に日本が降伏した後、日本領朝鮮を占領した連合国は軍政を敷き、大韓民国臨時政府を朝鮮の正式な亡命政府として承認しなかった。11月に、 臨時政府代表として朝鮮半島に来た金はアメリカ政府からはオランダなどの臨時政府のように正当な臨時政府と認められず一般人として入国するか拒否を選ぶことになり一般の在外朝鮮人の身分で朝鮮半島に戻ることになったそのため臨時政府最後の指導者であった緊急が独立した大韓民国の初代大統領になることはなかったが 独立運動の実績からアメリカ軍軍政長統治下の南朝鮮において有力な政治家の一人であり続けた。冷戦激化の影響から朝鮮はソ連占領下の北朝鮮とアメリカ占領下の南朝鮮とで分裂が深まり、アメリカ政府は自国軍の軍政下にある南朝鮮だけで独立政府を樹立する方針で動き始めた。そのような中、アメリカ軍軍政長は 南朝鮮単独で国会議員の選出総選挙を準備し始めるが、緊急は南朝鮮だけでの単独選挙実施に反対し、あくまで南北統一を進めるべきという立場から活動した。この活動は北側主導の統一を基とする近日政の北朝鮮人民委員会側からも歓迎されず、また反響姿勢を優先する李性万らとの確執を深め、 李承晩の最大の政敵とみなされた。突然の北朝鮮侵略で始まる朝鮮戦争まで李承晩は韓国で最大権力と国民からの支持を謳歌していた。韓国国内で自身の主張が多数派ではないと理解した金は北朝鮮訪問までしたがあくまで韓国を潰した形での朝鮮半島統一国家を望む金日成から自身の提案拒絶され、 南北双方に拒否されたことによる失意で政治活動から引退した。ところが隠居していた1949年6月、金は面会と称してソウル郊外の自宅を訪れた33歳の韓国、陸軍砲兵将尉だった、安時に単銃で射殺された。安は、極右、反共団体の西北青年会の元会員で、思想的には、 李承晩に近しい人物であった。ンは現場で逮捕され、無期懲役の判決を受けるが、一年後には特殊されて、韓国軍に復帰し、李承晩の庇護のもと、中領にまで昇進した。1992年、緊急の暗殺は、李承晩の部下の金正流の指示であったとする証言を出版したが、1996年、緊急に死宿する法によって、自宅で殺害された。 2001年9月には韓国であが、中間アメリカ軍防衛隊要員であったという報道がなされた。抗日独立活動が長期にわたったことや右翼でありながら、反響よりも統一思考に基づく活動を続けたことに加えて、独立後早くに暗殺されたことも関係してか、南北朝鮮、左右両翼から比較的尊敬されている人物として、稀有な存在となっている。 韓国のソウルには、緊急の業績を称えるシロボン、緊急記念館が存在する。ロブゲンも尊敬する人物として、緊急のことを、モータクトーリンカーンと共に挙げている。1999年、自治公連立政権の自由党党首の小沢一郎が、緊急の墓を訪れ祈りを、捧げている。韓国の右翼論客であり軍事評論家の、 予備役大佐で歩いて一万元社会発展システム研究所長は、緊急は現代版に解釈すれば、ウサマ・ビンラディンのような人間、国を経営できる人間ではない、実力が足りないながらも、理性版に嫉妬した人間と評論している。2004年7月27日、ジャーナリストの金冠賞も、偏狂な受教思想に凝り固まった無知猛昧な人物、緊急については、 生まれつきの殺人鬼だと思わずにはいられないと評論してソウル高等検察庁に起訴された。1922年初頭、上海臨時政府は、レーニンが送った独立運動の資金を流用したと、金流を求断した。金急の配下のクレベン、チキ、ロショウヒト氏が1922年2月11日に、上海で金流を射殺した。金球は著書、シロ つねいつの中で、金流が霊人から支給された金で、北漢島にいる自分の家族のために土地を購入し、共産主義者だという韓国人、中国人、インド人にいくらかずつ支給した。そうして自分は、上海に密かに潜伏して、関東の女を目掛けにして、強烈にふけていたと主張した。韓国外国語大学の韓国史学教授である、ハンヒノエリツの研究によると、 金竜が横領を行ったという話は事実とは言い,い、がたく、性的の間にルフした風評だった。レーニン政府の望み通り、金竜とその同志たちは三度にわたって、数万ルーブルの資金を肝心社会等に苦労して、運搬し、反中、久葉革命家たちの事業費として、使うようにしたが、その資金が、近畿ら臨時政府の右派指導者の手に入らなかった、ことが過言を残したという。 ノルウェーのオスロ大学韓国学教授である、僕ツユ子は、これに対して、同族テロと批判した。僕によると、この暗殺を、正当な報復として主張した、シロ・ツネイツ氏の権威が、絶対的であったために、これまで金流が相応の対価を受けたという通説が、疑われたことは、ほとんどなかったという。緊急の著述の中で、 金流が強弱にふけったという根拠も示されておらず、これらも風評ではないかという反論がある。金球は著書、白、常一氏の中で土田浄介を日本軍の士官と記述したが、土田は民間人ではないかという疑惑が提起され続けてきた。当時の日本や朝鮮の記録でも土田浄介が軍人であるとは示されていない。2003年11月末に金は ソウル市南寺島の国会議事堂を訪問し、国会過去真相究明特別委員会の公聴会で、緊急先生は、便秘の敵を撃つために、罪のない日本人を殺害した後、中国に逃走した朝鮮王朝の中堅という内容の文書を配布した。文書を受け取った一部の国会議員と市民は、その場で彼に非難を浴びせ、検察に行って、金干渉を告訴した。 2004年7月に検察は控訴状で、金畿先生が1896年10月に、公海道安楽軍鹿河浦港で殺害した、土田は、当時、朝鮮人に偽造した日本軍であるという事実が明らかになり、金畿先生が土田を処断した後に逮捕され、死刑判決まで受け、1919年に、 中国に亡命した県をまるで逃走したかのように虚偽をでっち上げたと述べた。金刊省はソウル高等検察庁から在宅起訴処分を受けた。ソウル高等検察庁の提言、太志検事は7月27日にシロボン、緊急先生の名誉を毀損した疑いで、小説、新日派のための弁明の作家、金刊省を在宅起訴したと発表した。 また、ソウル貢献は、緊急が罪のない日本人を殺害したと主張した文書を配布したとして、金冠賞を虚偽事実ルフ罪による名誉毀損で職権起訴している。提言、太志検事は、金冠賞の起訴は、国書編参委員会と国家法君どころ資料を綿密に検討してから下した決定だったと話している。1997年、 まさ現代学士学科教授である土地淳氏は、日本外務省の資料から、土田浄介は、京林進行団所属の商人だったと主張した。しかし、土田が京林進行団所属であったという、直接的な証拠がない上に、京林進行団が、土田が殺害された1896年5月に、組織されたことから、時系列的に辻褄が合わず、 承認説は根拠に乏しかった。土地氏も後に自ら主張を撤回している。韓国の記者であり元国会議員である、孫よ一は、著書、李承晩と緊急審判の中で、土田という名の日本人は、津島出身の民間人に過ぎなかったという意見を表明した。緊急は、金世主の暗殺を計画して失敗しており、この件を米軍諜報機関に入手された。 韓国銀行は2007年12月に2009年から流通を開始する10万本紙幣に表に緊急の肖像と1945年11月3日に大韓民国臨時政府の要人らと中華民国の重慶で撮影した記念写真など配したデザインを採用すると発表した。ただし2009年1月に発行計画は中止された。これは 従来よりも10倍の高額紙幣を発行することに批判があったこともあるが、デザインにあった大東予地図の木版にはない竹島を竹島が入っている筆者版とかけはぎて入れていたこと、何よりも緊急が南北統一政府の樹立を主張していたことから、保守系の利明弘現政権が問題視し、見送られたとの指摘もある。 韓国の普通切手のデザインとして1986年に450ウォン切手、1988年に550ウォン切手に肖像が登場している。また、1993年に北朝鮮からも祖国統一賞受賞者の6種の記念切手に緊急の肖像が登場している。ありがとうございます。